川崎フロンターレは6月2日、J1 リーグ第17節で名古屋グランパスと対戦し、2 1の勝利を収めた。元日本代表 MFE 永秋広が2ゴールの活躍で4試合ぶり白星に貢献。オール後に見せた感情爆発のガッツポーズに大きな反響が寄せられている。川崎は前半6分。 DF 高い高台が出したパスに反応した課長がペナルティーエリア中央からヘディングゴールを決めて最先よく先制する。1対0で迎えた前半18分、川崎は37歳の課長ら前線の選手がプレス。すると、フェイントを狙った名古屋 DF 三国ケネディエブスが雨でぬかるんだピッチに滑ってボールロスト。 家永はすかさずボールを拾うと敵陣ペナルティーエリア内に持ち込み、飛び出してきた相手口ランゲラックもかわしてゴールに突き刺した。注目が集まっているのは先制シーンだ。竹火を上げながらゴールを決めた課長が高くジャンプして大きくガッツポーズ。追加点の時にはクールにチームメイトからの歓喜を受け止めていただけに、珍しく感情を爆発させた場面にファンからは、 こんな喜んでる課長めっちゃレアや、次はいつ見れるのかレベル、こんなに喜ぶなんて、と驚きの声が上がっていた。